今回の動画はですね、お金と時間を引き寄せて最短で夢を叶える方法についてお話しします。セミナー業界に言うとですね、本当にいろんな人と出会うんですけど、夢をね、ものすごい勢いで叶える人っているんですよ。すごい大きい夢なのに、もう叶ったの？とか、どんどんその夢に近づいていってるよね、みたいな、そういう方がいるんですよね。で、その一方で、その夢ってこんなに時間かかるもんなの？みたいな。ずっと同じこと言ってない？みたいな方もいらっしゃって。このね、夢を叶える速度って、なんか、全然違ったりするんですよ。で、この違いって一体どっから来るのかな？というふうに思ってたんですけど、分かったことは、お金と時間を引き寄せてるかどうかみたいなところが、あるなというふうに思ってます。夢を叶えるとかね、目標を達成するとか、やりたいことをやるってなった時に、お金とか時間ってやっぱり障害になってきたりするわけですよ。ね、お金がないからとか、時間がないとかとか。だけども、その障害となってるお金とか時間を、こうね、ガサッとこうね、引き寄せることができるっていうのが、これがね、夢をどんどん叶える人の、特徴かなというふうには感じてます。世界三大言い訳ってあるんだけどもね、お金がない、時間がない、自信がない。この三つは、世界で使われる言い訳なんだけど、この言い訳をしてる人っていうのはやっぱり夢叶わないかなっていうのが、僕の感じてるところですね。で、一方のその言い訳をしない人、もうお金がないとか、時間がないとか、自信がないとか、そんなこと関係なしに、とりあえずやっちまおうっていう人が、やっぱりね、どんどん夢を叶えていくかな。今、現時点でお金がないとか、そんなこと関係なし、とりあえずやっちゃうっていうふうに動き始めた瞬間に、なんかね、いろんなものが入り始める。で、夢がどんどん叶っていくっていうことが起きるかな。これまでもお話ししているんですけど、願いというのは、叶えるって決めたら叶います。決めたら叶う。だからね、お金がないからとか、時間がないからっていうことで、これで決めきれないと、やっぱりね、その状態がずっと続いて、夢が叶えられるのが、後回しになる。いつになるかわかんない。ずっと叶えられないまま、何年も。お金が今ないけど、やる。時間がないけどやるって決めたら、やっぱね、必要なお金と時間って入ってくるんですよね。これ面白いもんで。なんかね、その自分がやるって決めたことが叶うように、宇宙が応援してくれて、目の前にその現実が現れる。引き寄せるっていうことですよね。それが起きるなというのは、僕自身も体験してます。今から十何年前かな、日本一周を自転車に日本一周したんですけど、これね、なんでやったかっていうと、そもそも僕がその行きたい場所に全然行かなかったからっていうのがあるんですよね。毎年僕、このね、お正月にその年のやりたいことみたいなこう書き出すんですよ。ね、どこどこ行きたいとか、これで丸々欲しいみたいなことをこう目標を書くんですけど、全然叶わなくて。で、ある年にね、例年通り書いてたんですよ。書いてたら、あることに気づいたんですよね。これって去年も書かなかったっけ？みたいな。で、思ったらもうね、5年、10年ぐらいずっとね、同じこと書き続けてるんですよ。ね、沖縄に行きたいとかね。出雲大社に行きたいとかさ。なんか、たくさん書いてあって、こんなに行きたい行きたいって書いて、毎年その目標達成みたいなことでさ、新年の目標を書いて、同じことずっと書き続けてるわけ。これ何なんだろうみたいな。で、屋久島に、鹿児島に屋久島があってさ、屋久島って行きたいなって、ずっと思ってたし、もうね、20年くらいずっとこの行きたい行きたいっつって、でもね、行かなかったんですよ。で、なんで行かなかったかって、やっぱね、お金がないからとか、時間がないからみたいなことを、
が頭にあって、それでなかなか、やっぱいけなかったな、みたいな。今年もいけなかったな、でも、新年の目標を書いて、でも、やっぱり何年もいけないんですよ。ね、もう、それがね、もうすごく嫌で、俺はいつまで、同じことを書き続けてんだ、って、もう、いっそのことはもう、今年中に全部回っちまえ、っていうことで、で、まあ、その行きたい場所をね、ずっと行き、もう10年20年行きたかった場所をこう点でつなげたら、まあ、ちょうど日本一周する形になったので、ついでだからこの自転車日本一周してしまおうというチャレンジで書いたんだけど、あのきっかけはあのいつまでたっても僕は行きたいところに行かなかったから、やりたいことをやらなかったから、お金とか時間を言い訳にしてやりたいことを先延ばしにしてたからなんですよ。じゃあやるって決めたんですよ。僕もう嫌だって、いつまでも先延ばしにするの嫌だって言って、で、じゃあもうその年は日本一周しようと、で肉体的なチャレンジもするために自転車で日本一周するって決めたで、これ決めたんだけど、その時決めた時って、自転車もなかったんですよ。で銀行残高が3万円くらいしかなくて、なんだけどとりあえずやるって決めちゃったんですよね。やる、もう先延ばしにするの嫌だから。でもやっぱ怖いじゃないですか、トライするの。で何ヶ月もこう仕事をしなくなるし、そもそもお金もないし、で帰ってきた時に仕事にありつけるかどうか分かんないみたいなね、すごい怖かったんだけども、まあもうやるって決めて、もうね SNS で宣言しちゃったんですよね。僕自転車日本一周します。そうしたらね、いろんな人が応援してくれて、いろんなところからお金が入ってきて、1ヶ月で日本一周をするために必要な費用がで作れたんですよね。入ってきたんですよね。もう自転車すら持ってなかったんだけど、もうその自転車を買うお金とかね、テントとか、まあ、いろんなものが1ヶ月のうちに準備できて、で、無事自転車日本一周することができたということですね。本当にね、時間とお金って自分で作れるというか、決めたらもう勝手に、そうなるように、宇宙がお膳立てしてくれるっていう感じなんですよ。まあセミナー業界にいてね、まあセミナーを販売してたりした時も感じるんですけど、やっぱね、まあこうセミナーをねこう販売していて、お金とか時間を言い訳にして申し込まない人ってずっと申し込まないですね。ずっと申し込まない。興味がないならいいんですよ。興味がないなら別に申し込む必要がないんですけど、ないんだけど、興味があるのにお金とか時間を理由に申し込まない人って、その先も申し込まないです。なかなか。自分が払える額とかできる範囲のものに申し込むっていう感じですよね。だから、それ以上にはならないですよね。できる範囲のことしかなせない。それ以上に、もっと大きいことをやりたいとか楽しみたいとか、やるときは、ね、障害があったとしてもやるって決めてしまう。まあそうするとそれに必要な力、まあリソースというものが入ってくるかなっていうのが、まあ僕の実感ではありますね。夢を叶えるときって現在地ってあんま関係ないですよ。現在地って関係ない。で過去も関係ない。今お金があるかどうか、時間があるかどうか、自信があるかどうかって関係ない。で、過去に自分はいろんな失敗やってきて自信がないなとか、過去に借金作ったからお金がないなとか、まあそんなことも関係ないですよね。実は未来って夢を叶えるってそんなこと関係なくて、自分は未来はこういうふうに行きます。自分はこういうこのやりたいことをやります。夢を叶います。っていうふうに自分でその未来を決めたら、そうなるように現実が作られていくので、もう本当にね、これまでのことは一旦全部脇に置いて、やりたいことに向けて、意識を集中させる、まあそれがすごく大事かなというふうには思います。そうするとね、あっという間にね夢が叶うね。自転車日本一周でだって準備1ヶ月ぐらいで終わったんですよ。でその後4ヶ月ぐらいで走って、ね、やるって決めてからもう5ヶ月で自転車日本一周し終わって帰ってきてるんですよね。なんかそれぐらいの速度で、夢は叶います。その旅の中でね、行きたいところ全部行きました、全部行きました。出雲大社も行ったし、その時初めて四国にも行ったし、初めて沖縄にも行ったし、
ね、フェリーに乗って北海道渡ったりとか、青函連絡船に乗るとかね、なんか行きたいとこ全部行って、なんかすごく、これまでなんでこんなに先延ばしにしてたのだろうなっていうのが、先延ばしにしてたのが不思議なくらいあっという間に、叶っちゃったんですよね。やっぱりそれって決めたっていうことだと思います。決めても動き出したっていうことですかね。だからね、夢を叶えたい時っていうのはもう夢を叶えるって決めちゃう、ね、やりたいことがある時はやりたいことをやるっていう決めちゃう、ね、お金とか時間とかもう関係ない、まあ、一旦それはね脇に置いてもうやる、で決める、まず決める、決めたらスイッチが入るから、で決めたら宇宙が全てお膳立てしてくれて、できるようになるから、ね、このね見えない世界の力っていうものをねちょっと信じてみて、実践していただきたいなというふうに思います。